イムプへのデビュー日、滝沢秀明氏は意図的に被せたジャニーズ JR ファン不快感がラうラジャニーズ JR として活動した元インパクトオーズメンバー7人によるユニット、イムプ・ IMP が8月18日にデジタルシングル、クルージンで世界同時配信デビューすることが明らかになった。 5月25日付でジャニーズ事務所を一斉退所し、7月14日に滝沢秀明氏の新会社、株式会社トベへの所属を発表した元インパクト大勢の7人。ジャニーズ時代は果たせなかった念願のデビューが決まり、ネット上では祝福の声が続出している中、ジャニーズ JR ファンはデビュー日に敬意を感を抱いているようだ。 イムップ若影山拓也、佐藤慎、鈴木大河、椿康氏が、木俊介、松井荘、横原祐希からなる7人組。全身グループのインパクト大津王を滝沢氏が名付け親となって2020年10月に結成されました。当時、滝沢氏は JR の育成プロデュースを手掛ける株式会社ジャニーズアイランドの社長として奔走。 中でも目をかけていたのがインパクトオーズだったため、昨年秋に滝沢氏がジャニーズ事務所副社長の立場から退き、今年1月にインパクトオーズへの退所が判明したことで、双方の合流は規定路線と見られていました。ジャニーズに詳しい記者。そうして実際に渡米でユニット名をイムップと改め再スタートを切った7人。 今月18日にデジタルシングル、クルージンをリリースし、世界配信同時デビューするという、11日午後7時には YouTube のイムップ、オフィシャルにて、クルージンのティザー映像が解禁された。戸べには元 V6 三宅県、元キング・アンドプスの神宮寺ゆ太と平野市要も在籍している中、デビュー第1号となったイムップ。ネット上では当然、7人のファンが、 ついにデビュー。おめでとう。デビュー待ってたよ。世界同時配信すごい。と歓喜している。イムップが、ハイハイの日、デビューで、ヒージェッツファンが不快感あらわに、ところが、多くの JR ファンはデビュー日の、8月18日に引っかかりを覚えたようだ。同日は語呂合わせで、ヒヒー、ハイハイの日、と一部ジャニーズファンの間で呼ばれており、 直デビュー候補の筆頭株である JR 内ユニット e ジェッツを表識として認識している人も少なくないとか。また、本人たちも20年の8月18日にエンタメサイトアイランド TV に、ヒヒージ e t s ヒヒーの日の、1、原文ママ、イカドーなる動画をアップしている。メンバーの高橋優斗が、僕たち一生懸命考えました。 8月18日、なんとか、ハイハイの日、にできないかということでですね。今日1日盛り上げたいと思い、今日はアイランド TV を8日系クルー18、144本更新したいと思います。と、告知。宣言通り、ヒヒジェを多数の動画を投稿し、SNS 上のファンもお祭り状態となった。 翌年8月18日には、YouTube の、ジャニーズ JR チャンネル、でヒージェツに、とって初のミュージックビデオ、ヒージェツ・ヘイズ・オブ・ザ・フューチャー、オフィシャル MV を公開。このように、ヒージェツオイオファンにとっては、思い入れのある日付だけに、イムップのデビューと重なったことに疑問を抱いたのだろう。そんなヒージェツは、6月から休場。 東京、大阪の3都市を回るツアー、ヒージェッツアリーナと2023ブーオスト、お開催中で、最終地点の大阪城ホール公演が8月16、17日に控えています。ネット上では数ヶ月前から、あえてハイハイの日に公演がないのって、そういうことハイハイの日に YouTube で生配信して、デビュー発表するのはどうと邪推する人もいたんです。 21年11月にデビューしたなにわ男子が、同年7月28日のなにわの日に行われたコンサートで CD デビューを発表したこともあったため、ひひじつをもグループの記念日に嬉しい報告があるではないかと考えているのでしょう。どう そんな背景もあり、SNS 上の JR ファンは、少なくとも2年前のハイハイの日にミュージックビデオが公開された時点で、滝沢は8月18日がハイハイの日であることは知っていたはずなのに、非ひいに、とって大事な日なのにムプへのデビューをぶつけてくるってどうなのなどと滝沢氏が意図的に被せたとして不快感をあらわにしている。 一方で、A、B、知事、可愛い行く人はツイッターで祝福、中には、18で、インパ、インパクターズ、かな素敵なデビュー日をもらえてよかった。8月18日ってハイハイの日なんだ。普通に、18、デインパに合わせただけ投げもするけど、飛べを叩くために、ヒージェツオとファンを巻き込まないでほしい、などの意見も見受けられたが、 今回の一件で滝沢氏や戸部への風当たりが強まったことは確かだろう。ようやくデビューを掴んだ m u p メンバーは前を向いているでしょうし、事務所や滝沢氏らに対する批判的な声が本人たちの耳に入らなければ良いのですが、そんな中、現役ジャニーズである A、B 知事の可愛く人が11日午後3時台にグループの X、Q ツイッター、アカウントを更新。 ついに、来た。楽しみ。おめでとう。可愛く人、と、何らかのお祝いメッセージを発信し、仲間たち、というハッシュタグをつけていました。誰に当てた言葉なのかは言及していませんが、可愛いは、ジャニーズ時代にイムプエの横原を可愛がっていただけに、彼らに向けた言葉だと察した人は、リプライ欄で、あの後輩たちのことかなイムプエのこと 横原くんと何か話したと反応していますどうデビュー日をめぐって他のグループのファンから噛みつかれてしまったイムップ。なお、公式 YouTube に上がったイムップ。クルージンティーザーの再生回数は12日午後5時時点で44万台を記録している。 18日に全貌が明らかになるミュージックビデオをはじめ、戸部所属のアーティストの今後の展開についても、引き続き注目だ。